皆さんこんにちは。10月15日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。秋の季節は多くの花々が咲き誇り、彼らの独特の美しさと香りで私たちの心を癒してくれます。特に10月15日には2つの魅力的な花、襲名菊と見せ場屋が誕生花として知られています。これらの花々はそれぞれ独自の背景や特徴を持ち、多くの人々に愛されてきました。今日はこれらの花々の魅力や背後に隠された物語を深掘りして、その魅力を再発見する時間を持ちたいと思います。襲名菊は秋の代表的な花の一つとして多くの人々に親しまれています。その白い華やかな花びらは秋の風情を感じさせてくれます。襲名菊の花言葉は好奇や真実の愛です。これはその純白の花びらが持つ清楚で優雅なイメージから来ていると考えられます。アジアを中心に広がり、日本でも多くの場所で自生しています。特に日本の伝統的な庭園や公園でよく見かけることができます。襲名菊は菊科に属し、その特徴的な花の形や葉の形状は菊科の中でも特に美しいとされています。襲名菊には古くから多くの伝説や物語が存在します。日本の古典文学にもその名を見ることができ、多くの詩人や作家に愛されてきました。見せ場屋は独特の美しさと香りで知られる花です。その細やかな花びらの配置や色合いは見る者の心をつかむ魅力を持っています。秘密の愛や恥じらい、これは花の優雅な美しさや花が咲く際のしっとりとした雰囲気から来ていると言われています。日本をはじめとする東アジア、湿地や沼地、水辺に自生することが多く、湿潤な環境での独特の美しさを放っています。アカネ科に属する多年草として知られています。その茎や葉には特有の粘り気があり、これが見せ場屋の名前の由来となっています。エピソード古代の恋人たちが秘密の約束を交わす際に見せ場屋の花を使ってメッセージを伝え合ったという伝説があります。そのデリケートな花の形や色、香りが繊細な恋心を象徴するものとして愛されてきました。私たちが普段目にするこれらの花々は、ただ美しいだけでなく、長い歴史や背後に隠された物語、様々な文化や習慣と深く結びついています。これらの花々を知ることで、私たちの心に新たな風景や感動をもたらしてくれることでしょう。次回これらの花を見かけた際には、その背後に隠された物語や歴史を思い浮かべながら、その美しさを再確認してみてください。それによって私たちの日常の中に新たな発見や喜びが増えることでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日が素敵な一日になりますようにお祈りいたします。